ジェズファミリーの皆さん、そして配信をご覧の皆さん、こんばんは。本日は千葉ジェッツ2020-21 シーズン新体制発表会ボーディングタイムを行います。進行役は今シーズンも千葉ジェッツアリーナ MC を務めます、私リスケです。どうぞ最後までよろしくお願いします。さあ、それではまずは早速田村代表取締役に登場していただきます。さあ、田村代表、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは一言ご挨拶を、皆さんにお願いいたします。はい、皆さんこんばんは。千葉ジェッツ船橋代表の田村です。10月よりいよいよ2020-21 シーズンが始まります。本日はお時間をいただきまして、このシーズンを戦い抜く新しい体制を発表させていただきます。またですね、千葉ジェッツ船橋は今年度で、設立10周年を迎えました。このシーズンはシーズンを通してこの10周年を記念してさまざまな取り組みを行ってまいります。その取り組みの内容について、こちらの場をお借りして、発表させていただければと思います。本来であればブースターの皆様を、お呼びして、観覧いただきながらの発表を望んでおったんですけども、新型コロナウイルスの、感染拡大、予防の、観点からですね、このような映像配信の形を取らせていただきました。短い時間ではございますが楽しんでいってください。はい、田村代表ありがとうございます。まあ、例年とは違う形にはなりますけれども、ぜひ最後まで皆さん楽しんでいってください。そしてこのイベントを盛り上げていただくために素敵なゲストにもご登場いただきます。佐々木クリスさん、そして上田真理恵さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。それではまずはクリスさんから一言ご挨拶お願いいたします。はい、佐々木クリスです。改めましてよろしくお願いします。本日はですね、この千葉ジェッツ船橋の新体制発表会、読んでいただけたことを非常に光栄に思っています。なんといっても千葉ジェッツ、もはやね、 B リーグでも有数なこうトップクラブの一つですし、こう長らくこれからも B リーグを引っ張っていかれる、そして日本のバスケ界を引っ張っていかれるクラブと、我々ファンも、そして僕自身もね、すごく期待しているので、何かこの青写真、未来のブループリントが今日は見れるんじゃないかと非常にワクワクして来させていただきました。僕も楽しみますので、皆さんも一緒に楽しんでください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、それでは続いて上田さんからも一言お願いします。はい、千葉ジェッツブースターの皆さん、はじめまして、上田真理恵と申します。私ですね、野球が大好きで、野球と結婚して野球真理恵になりたいと普段ちょっと言ってるので、お前はなんでここにいるんだと思いの方もたくさんいらっしゃるかと思うんですけど、ですね、完全にちょバスケにハマってしまいまして、昨シーズン毎週末見に行ってたんですよ。で、まあね、ちょっとああいう終わり方になってしまうというのが本当にちょっとファンとしても大変残念なところで、まあ、本当に準備してました。バスケをまたこの2020-21 シーズン楽しむための準備をして日々過ごしておりました。なので、こうやって開幕直前このようなイベントに呼んでいただけて非常に嬉しく思っております。今日は一緒にバスケ愛を交換し合いましょう。よろしくお願いいたします。はい、上田さん、よろしくお願いします。さあ、ということで今回はね、佐々木クリスさん、そして上田真理恵さんを交えて楽しんでいきたいと思いますが、早速ですね、本日のコンテンツご紹介しましょう。こちらです。まず一つ目、オープニングフライトバイスタージェッツ。続いては千葉ジェッツ船橋2020-21 シーズン新体制発表会ボーディングタイム、そして三つ目、千葉ジェッツ10周年プロジェクトとなっております。さあ、それではですね、早速新生フライトクルーに登場していただきましょう。 Please welcome your flight crew。Blue sky and the wind in my hair. Be my boy now, sing.
members, Captain Ichika. Vice Captain Nahomi. Asuka.Hiyori, Yuko, Kaori, Miyu, Ayaka.Shifumi, Maimi, Leona, Yuki, Yu.ヒカル、カツナリ、and Jumbo。チアリーダーズスタージェットのいちかです。今シーズンキャプテンを務めさせていただきます。よろしくお願いします。私たちスタージェットは6月下旬に行われたオーディションによって3名のルーキーを迎え14名で活動を開始しました。本日画面を通してではありますが新生スタージェットの初パフォーマンスお楽しみいただけましたか。それでは本日デビューしたルーキーから一言お願いします。皆さんこんばんは。今シーズンスタージェッツに復帰いたしましたゆきです。皆さんにたくさんの笑顔や元気、そしてチームを勝利へ導くパフォーマンスをしてまいりますので、一緒にチームを盛り上げましょう。Go ジェッツ。皆さんはじめまして、スタージェッツルーキーのゆうです。この場にスタージェッツとして立つことができて、とても嬉しくて胸がいっぱいです。この気持ちを忘れずに、皆さんの心と記憶に残るパフォーマンスをお届けしますので、よろしくお願いします。Go ジェッツ。皆さんこんばんは。スタージェッツルーキーのヒカルです。体は小さいですが最高の笑顔と力強いダンスで元気をお届けするように頑張ります。皆さんに会える日をとても楽しみにしております。よろしくお願いします。ゴージェッ。はい、復帰したユキ、そしてユウ・ヒカルの活躍にぜひ注目してください。新型コロナウイルスの感染拡大により皆さんと直接お会いできない日々が続いていますが、ホーム開幕戦に向けて私たちも離陸準備を進めています。今シーズン千葉ジェッツは創設10周年ということで、この節目のシーズン悲願の B リーグ制覇を目標に、ジャンボくん、勝成、伊助さん、そしてマスクドオッチーとフライトクルー一丸となって試合会場そしてクラブを盛り上げていきますので、どうぞよろしくお願いします。ホーム開幕戦は1ヶ月先となってしまいますが、ブースターの皆さんにお会いできる日を楽しみにしています。それでは引き続き新体制発表会をお楽しみください。ありがとうございました。Thank you, your flight crew. 改めてフライトクルーと共に新シーズンも千葉ジェッツを盛り上げていきましょう。ありがとうございました。さあ、それでは皆さんお待たせいたしました。千葉ジェッツ2020-21 シーズン新体制の発表を行います。まずは選手の入場です。ジェッツブースターの皆さん準備はいいですか。 Are you ready?
Get ready to take off with your Chiba Jets! Number one, Josh Duncan! Number two, Yuki Togashi! Number four, Cole Flippin. Number five, Shigehiro Taguchi. Aisa. Number six, Raito Akaho. Number eight, Hiromasa Omiya. Number 11, Fumio Nishimura. Number 14, Takuma Sato. Number 15, Yoshiaki Fujinaga. Number 21, Gavin Edwards. Number 22, Sebastian Number 31, Shuto Hara. And your head coach, Atsushi Ono.本日背番号12番シャノン・ショーター選手は新型コロナウイルスの影響で未だ来日できていないため欠席となります。また背番号24番ラシード・ファランス選手、昨日のリリース通り本日は欠席となります。ご了承ください。さあ、それでは千葉ジェッツの選手としてヘッドコーチが入場いたしました。まずは大野ヘッドコーチから一言ご挨拶をお願いいたします。ヘッドコーチを務めさせていただきます大野です。よろしくお願いいたします。今シーズンも支えていただいている皆様に応援してもらえるようなチーム、そして喜んでいただけるようなシーズンにできるように、またこのコロナ禍においても支えていただいていることに感謝を忘れずに、一日一日ベストを尽くしてまいりますので、今シーズンも変わらぬご支援ご声援よろしくお願いいたします。ありがとうございます。それでは続いて、大野ヘッドコーチ、新シーズンのスローガンを大野さんから発表いただきたいんですが、よろしいでしょうか。はい、変わらずに Be Professional です。まあ、これまで通りプロらしくあれということでよろしいでしょうか。そうですね、今日が最高じゃなくて、明日、明後日、また来年、再来年、最高の自分を作れるように、プロとしてどうあるべきかということを全員が、選手スタッフ全員が考えていこうというところにスローガンを持ってます。はい、ありがとうございます。それではですね、引き続き大野ヘッドコーチより新シーズンの副キャプテン、そしてキャプテンの発表をお願いいたします。はい、副キャプテンはシゲです。田口選手、はい、いい返事ですね、さすが副キャプテン。
それではキャプテンはどの選手でしょうか。あのキャプテンは勇気にやってもらいます。背番号2番富樫勇樹選手がキャプテンということになりました。大野ヘッドコーチありがとうございます。それでは、新シーズンに向けてそしてキャプテン副キャプテン就任についての意気込みと、目標を話していただきます。はい、今シーズンも副キャプテンに、ならせていただきました田口茂です。よろしくお願いします。今シーズンは、富樫勇樹がキャプテンということですごく大変な年になるのかなと思っております。そういう、大変だからこそ僕がサポートして、いいチームに、なっていけたらなと思います。何が何でも優勝しましょう。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それでは続いて富樫キャプテンお願いします。はい、今シーズンキャプテンということで、正直あまりキャプテンの経験もないので、ちょっとどうすればいいかわからない時もありますけど、その時にはこの掛け声キャプテン田口選手とともに、2人でね、力を合わせて頑張りたいなと思いますし、でも、もう27歳ということで、はい、もうそろそろ、初めてタクマだったりライターみたいな年下の選手も入ってきたので、しっかり声かけていけるように、はい、したいなと思います。頑張ります。はい、ありがとうございます。いや、かなりインパクトありますよね。はい、びっくりしました。これまでも富樫選手がフランチャイズプレイヤーであることはもうこの千葉ジェッツにおいては、もう疑いの余地がないんですけども、ご自身もキャプテンは初めて、近いんですかね、富樫選手あまり経験がない。小学校6年生の時に1年間やっただけです。なるほど。ほぼ15年ぶりぐらいですか。じゃあ僕気になるのは富樫選手キャプテンが決まってから田口選手の副キャプテンが富樫選手から指名されたとかそういうことはあったんですか。いや、そんなことはないですけど、はい、小野ヘッドコーチの判断だと。なんて言われたんですか。どうでしたっけ。今年、キャプテンとして、またコート内もそうだけどコートの、違うところでもやっぱり一つステップアップできるいいプレーだと思うから、キャプテンで、一緒に頑張ろうという話をいただきました。そこはもう2つ返事で。でもなかったんですかね。時間かかったんでしょうか。大野ヘッドコーチかなり説得された。そうですね、プレーリーダーとして5年間、今年5年目ですけど引っ張ってもらって、その中でもう27歳で、先ほども言いましたけど、ライタとかタクマとか若い選手も増えて、世代交代もしていかなきゃいけないところで、勇気にはプレーリーダーだけでなく、チームリーダーとして、もう少しこう内外発信していってほしいなって思いがあって、勇気に指名しました。なるほど。富樫選手、これまでもこう海外経験を生かして、そういったプレーリーダーで、外国籍の選手とのコミュニケーションもそうですし、橋渡し、ポイントガードとして引っ張ることもしてきましたけど、ご自身のキャプテンシー、どういうところが強みになりそうですか。そうですね、もちろんコートにいるときは、今までも自分の言いたいことを伝えてきたつもりではいるんですけど、よりこれで自分のなんだろうなことだけでなく、本当にチームをより見れるようになるのかなと、そういうチャンスでもあると思うので、しっかりこのいい機会を、はい、成長につなげられればなと思います。期待したいですね。そうですね、さあ、それでは他の選手の皆さんにも新しいシーズンへ向けての意気込みを伺っていきます。まずは背番号1番ジョシュ・ダンカン選手お願いします。モチベーションフォーアスティスシーズンイズトゥウィンアチャンピオンシップダッツザアルティメイトゴールアンドイットジャストスタートゥウィッチワーキングハードエブリデイインプラクティスアンドテイキングイットワンデイアットタイム。どんどん行きましょうか。続いては背番号4番コー・フリッピン選手お願いします。 I think the motivation for this year is just realizing that Corona made us realize that basketball can be taken away at any time, so we just got to take advantage of every game that we get to play this year. 続いては背番号6番新加入赤穂ライタ選手お願いします。試合中にダンクに行かないと大見さんに怒られるので、10本ダンク決めたいと思います。それはシーズンで10本ですか。そうです。1試合ですか。今、大見さんからめっちゃウィンクが飛んでたよ、はい、シーズンでお願いします。シーズン今、コメントを聞いて上田さんいかがですか。いや、
実は私は赤穂選手の試合Bコルにいらっしゃった時の、はい、初出場の翌日ですね、2月2日の試合実は最前列で見ておりまして、写真もバッチリ収めたんですけれども、非常に気になる存在だったので、また千葉ジェッツっていうチームどういう活躍されるのかって本当注目したいと思ってます。赤穂選手気づいてましたか、昨シーズン。気づいてました。さすがバッチリな答えですね。そういったトークの部分も先輩方から教わってるんでしょうか。はい、大見さんから教わりたいと思います。じゃあ大見さんからバッチリ教わって、そのインタビューなんかもね楽しみにしてますので、はい、よろしくお願いします。それでは今、名前が上がった背番号8番、大見選手お願いします。皆さんこんにちは。新加入のセバスチャンサイズが足が長いのでね、ちょっと対抗してズボンを上げてきました。よろしくお願いします。今シーズンはですね、本当に今コロナの影響の中開幕できること本当に嬉しく思ってて、その気持ちをですね試合前の小ネタでしっかり盛り上げたいと思いますので、今シーズンもよろしくお願いします。ちなみにライターにねダンク10本と沸かしたんですが、僕はダンクしようかやめようかまだ考え中です。よろしくお願いします。結構長いこと迷ってらっしゃいますね。昨シーズンからしようかやめようかありましたね。まだまだ考え中、ちょっと答え出ない。はい、クリスさん、足の長さはサイズの選手と比べていかがですか。背番号が前から もはや見えなくなってますもんね。ゼロ番みたいになってますけど、ちょっと顔で覚えてもらえれば。それがダンクの本数にならないことを期待しています。そうです。大見さんはダンクちょっと迷ってますけど、やっぱ赤尾選手がどんどん決めていったら僕もって。それでもまだちょっと迷い考え中です。それでは続いて11番西村選手お願いします。大見の後は喋りにくい。そうです。はい、こんにちは、千葉ジェッツ11番西村です。西村文夫です。今年で、7年目となり、プレイヤーとしては一番の子さんとなりました。ベテランとしてもですね、チームが成長するために、1秒でも無駄な時間がないように、僕もどんどん、発信していき、勇気と茂のサポートもしっかりしていきたいと思っております。今年も千葉ジェッツの、ご声援よろしくお願いいたします。それでは続いてこちらも新加入ですね、背番号10番佐藤拓磨選手お願いします。新加入の、背番号14番佐藤拓磨です。新加入ということでチームに新しい風を吹かせられるように、勝ちにこだわって、やっていきたいと思います。コロナというこういう難しい時期ですが、チーム一丸となって必ず優勝したいと思いますので、応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ入ってみてジェッツの印象とか雰囲気なんかいかがですか。いやもう本当初日からすぐ皆さん優しくて面白くてすぐ溶け込めたと僕は思ってます。ご自身では、はい、いやもう絶対ね溶け込んでると思いますけど、上田さん、はい、以前試合ご覧になったと佐藤選手活躍されて、はい、川崎のホームの時トドロキアリーナでの試合を、はいはい、実は見たことがあって、はい、私いつもバスケを見る時に一眼カメラを持参して、で最前列でずっと撮ってるんですよ試合中で。その時に後で振り返ってみると、やっぱり何でしょう、不思議なもので結構やっぱり枚数が多い選手っていうのがやっぱり出てくるんですよね、各試合の中で。はいはい、でその滋賀の試合の中で佐藤選手の写真が本当にたくさんあって、なんかめっちゃかっこいいのいっぱいあったんで本当差し上げたいぐらいなんですけど、なんか多分きっと引きつけられるものがあって、私もこういっぱいシャッター切ってたと思うんで、ちょっと注目させていただきます。今年もいっぱい写真撮ります。お願いします。それでは続いていきましょうか。背番号15番藤永選手お願いします。はい、背番号15番、藤永義明です。そうですね、今シーズンの目標はやっぱり優勝なんですけど、その以前に、一試合一試合皆さんにいい試合を届けできるように、チームとしても個人としても頑張っていきたいと思います。今シーズンも熱い声援よろしくお願いします。今シーズンは結構キーマンじゃないかなって思っています。個人的には、はい、必要プレータイムもらった時のね、ディフェンスのハッスルもそうですけど、この優勝が狙えるラインナップが揃った時こそ、こう藤永選手のようにこう泥臭くいくっていうのが結構大事かなって思うんですけども、そういった部分何か心情にされているものってあるんですか。そうですね、出た時は流れを変えれるようにこうディフェンスからっていうのは意識してます。はい、まさに藤永選手が試合途中出てきた瞬間になんか会場の雰囲気変わるじゃないですか。はい、なんか周りがどよどよってするんですよね。あれ期待したいですよね。そうですよね、本
当にね、こう声援、応援のしがいがある藤永選手なんで、ぜひ今シーズンも注目していただきたいなと思います。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、それでは続いて背番号21番ギャビン・エドワー選手、お願いします。皆さん、こんにちは。our purpose for this year, especially me personally, with everything that's going on in the world, just to bring as much value to the team and to the boosters and all the fans and everything out there, and just to kind of give everybody some hope. And I think the best way for us to do that as a team is just to win a championship. そして続いてまた新加入ですね、背番号22番セバスチャン・サイス選手、お願いします。I think that my biggest motivation for this year is that I'm in a team where we're in a position where we can win the whole thing, you know, and it's probably the first time in our team that I feel that way. I always play, you know, 100% and bring it all, and my motivation is off the chart. But I think this really is special because of that, you know, because we get a chance to really be a really good team, you know, one of the greats in this league, and win everything, you know, the Bears Cup and the league.ジェッツの印象とまた今シーズンジェッツに入ってから変わった印象みたいな流れもぜひ教えてください。The impression I got about Chiba last year was a team that really compete. You know, it was one of the greats in our league. You know, and they showed me something that I feel like I wanted to be part of it. I don't know if it was the fans, you know, the players, how the coaches, you know, prepare the game, so the way how they play. But it, you know, I just feel something that I was attracted to me. You know, and I feel that I could be.Big piece, you know, in that thing that they were doing, and I think that with my addition, you know, we could have been great together. So that's the reason that I came here for. セバスチャンに伺いたいんですけど、特にこうポイントガードの富樫選手だとか、指揮官の大野ヘッドコーチ、彼らとのコミュニケーションっていうのがこう実際に自分がこのチームにもたらせるものの具現化のためにはすごく必要になると思いますけれども、こうコミュニケーションだとかそういったチームへの馴染み方っていうのはこうすんなりできてますか？Of course, every single piece that we have is really important, you know, at the end of the day, in a team that wants to win, you know, all the parts are contributing, you know, their amount. And I actually feel, you know, pretty comfortable with Yuki, head coach, you know, because I saw him last year in the All-Star game, and I don't know, we kind of clicked, you know, as soon as we started playing together and coach was coaching that game, you know, Yuki, we were playing together. It was easy, you know, I flow right into the things they were doing, and I was just comfortable to all the things that we were doing together, so make your way easier. ありがとうございます。ちなみに大見さんがずっと同じレベルにズボンを上げているのは気がついてましたか？He was messing around with them back then, you know, but I didn't realize what was the whole point of it. You know, if you want some, you know, some good long strong legs, you know, you gotta work on them. 大見さん、じゃあそこはぜひ参考にしていただいて。下ろしましたちょっと下ろしました敗北宣言ありがとうございます。それでは最後に31番原修太選手、お願いします。31番原修太です。B リーグ始まって4シーズン悔しい思いをしているので、今シーズンこそ優勝します。応援のほどよろしくお願いします。ありがとうございます。原選手もシーズンごとにチームの中で存在感大きくなってますけども、今シーズンこそっていう思いはやっぱ強いですか？そうですね、毎シーズン行ってるんですけど、船橋でパレードをできるように優勝したいと思います。いや、船橋で100万人パレードとか見てみたいですよね。そうですね、すごいロータリーとかすごいことになりそうですけどね。そしてですね、ブースターの皆さんからもいくつか質問をいただいてますので、紹介します。まずは一つ目の質問、サルバトーレ・ビアンキ0225さんから佐藤選手に質問です。今シーズンに向けてここをパワーアップした、去年より上手くなった、強くなった、ファンに見てほしいポイント、見どころを教えてくださいと質問来てます。いかがでしょうか？さっき原さんからも紹介あったんですけど、大村翔輝スキルコーチがいるので、まあ今までその走ってばっかりだったんですけど、その走ってる中で、まあ、そのステップだったりとかそういったものを、強化できたかなと思うので、まあ、そこをしっかり出していければなと思います。絶対ジェッツの高速バスケをもう一歩押し上げてくれるピースですよ ね、 すね、はい、すごく早く、ね、開幕しないかな、見てみたいなと思います。ワクワクしてますね。はい、はい、佐藤選手ありがとうございます。
それでは続いての質問行きましょう。こちらは姫さんからの質問です。原選手に質問です。今私は膝を怪我してしまってバスケができなくてとても辛いです。原選手がバスケをできなかった期間どんなことを考えていたか知りたいですと。一回バスケから離れてみたりとか、あとは自分の趣味というかゲームが好きなのでゲームやったりとか、すごく気分転換して過ごしてました。でも一旦バスケからちょっと離れて違うことをやったりして。そうですね、どうせ怪我してるのでそこまで焦ってもしょうがないなっていう感じだったので、ゲームばっかしてました。どれぐらいやってたんですか？3、4時間ぐらいやってたんじゃないですか、ね、でもそんな常識的な時間の、16時間やってたってちょっとびっくりしますけど、でも気分転換は得意な方ですか？そうですね、オンとオフは切り替えるようにしてます。これがね、実はめちゃくちゃ難しいんです。お切り替えもそうですし、やっぱね、こう練習しないとしないとっていう気持ちに若い時はどうしてもなっちゃうんですけど、プロフェッショナルはやはりこうオンとオフの切り替え、ゲームを 3,4 時間しろとは言わないですけどぜひね、自分の好きなものをね見つけていただくっていうのがいいですよね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それでは続いての質問いきましょう。こちらも、姫さんからの質問。さっきの質問がひらがなの姫さんで、今回の質問漢字の姫さんからの質問です。セバスチャン・サイズ選手への質問です。ジェッツブースターから何て呼んでほしいですか？またチームメイトからは何て呼ばれてますか？教えてくださいと質問来ています。My team is called me Sebas. That's how everybody call me back home in Spain. But all the teams, all the fans can call me Saiz or Sebas or Sebastian. You know, one of them three. Whatever it is for you, but just call my name and my number. それでは続いての質問、千春さんからいただいています。富樫選手に質問です。最近サラサラヘアですね。とても似合っていてかっこいいと思います。シーズンが始まったら髪型はどうなりますか？サラサラヘアかカッチリヘアか気になりますと。考え中です。考え中ですか、はい、じゃあ開幕をお楽しみに。そうですね、そうしてもらえたらいいかな。このオフ結構下ろされてましたけど、はい、そこはそれで、そうですね、もうなんか髪をセットする習慣っていうのがあまりなくなってしまって、今ちょっと面倒くさいっていうのは。ああ、今のが楽だから、はい、でも多分戻るんじゃないかなと。かっちりに。わからないですけど。わからないですけど、じゃあそこはもう開幕を楽しみにしてくださいと。はい、同じタイミングでイケメン候補も髪を下ろしてるんですけど、何か一緒に言い合わせてやってるんですか？そうなんですかね、イケメン。特に一緒に、じゃあ。全然何の話もないんですけど。じゃあ向こうが富樫選手のちょっと真似してきたみたいな。下ろしてね。いや、アイコンタクト、はい、どうなんですかね。そうですね、ちょっと後でイケメン候補はツイッターで、はい、発信していただければと。はいはい、で、富樫選手の髪型については開幕戦をお楽しみということで、はい、お願いします。お楽しみにしてください。それでは続いて最後の質問いきましょう。千葉県民23号さんからの質問です。今シーズンのキーマンはこいつだというのを教えてください。またその理由も知りたいですということで、じゃあこれはチームを代表して田口選手お願いします。はい、これは自分以外を指した方がいいですか、それとも自分も。いや、もうご自身でもいいと思いますけど。あ、そうなると僕だと思います、ね、その理由も含めて。やっぱり富樫勇樹がキャプテンということで一番サポートする人が大変だと思います。なのでそのサポートする側、この人間がしっかりしないとチームはまとまらないと思いますので、ということで僕がキーマンだと思います。なるほど、その富樫キャプテンを一番サポートできるのは俺だとです、はい。ちなみにそういった面以外で、田口選手以外でってなったら、キーマンは誰を。僕以外だとしたら、やっぱ原じゃないですかね。お、その心は。やっぱりこの体を持ってどんな相手にも立ち向かって、病気にならず怪我をせず相手に立ち向かってもらう、これは僕らのもう特攻隊長ですから、頑張ってもらいたい、ね、はい、頑張ってもらいたいなと思います。上田さんどうですか、やっぱこう選手はこう俺だっていう気持ちを持つのがすごく大事だと思うんですけど、そんな中でこう真っ先に自分の名前を挙げる田口副キャプテン。でも素晴らしいと思います。次行きますってなりますね。そうですね、はい、はい、クリスさんはどうでしたか。こう
妙な納得感、根拠のない納得感と大きな不安が入り混じるすごく味のあるコメントをいただきたいと思います。さすが田口選手だなと思いました。はい、ありがとうございました。ということで以上ブースターの皆さんからの質問コーナーでした。さあそれでは続いて千葉ジェッツ10周年プロジェクトに参りましょう。まずは10周年を迎えての動画をご覧ください。ということで10周年を迎えての動画をご覧いただきましたけど、昔から応援してくださっているブースターの方に本当短い時間でいろんな、ね、思い出だったりっていうのが詰まっているムービーだったかなと思いますけども、ちらっとちょっとやんちゃな格好してたクリスさんも映ってましたけども、クリスさん1シーズン目、はいはい、選手として在籍されてて当時の思い出なんかいかがですか？いや今はこうファンへのビラ配りするときにキャップかぶってやっていいんですかね。いやダメですよね、もうちょっとそうですね。しかも後ろ向きにかぶってましたからそうですね。いやまあそれぐらい、まだまだ千葉ジェッツとしては本当に歩みを本当に始めたばかりだったですし、本当にこう世の中に生まれたばかりで自分たちのその存在っていうのもね、この地域の皆さんに知ってもらうっていうところからのスタートだった、まあそういったこの千葉ジェッツがもうあっという間に10年ですよね。気づけば10年だけども、しっかりその中でさまざまな分岐点があり着実に、このビッグクラブへと、こうステップアップしてきた。本当感慨深いものがありますね。でもやっぱりこうやってたまに戻ってくると選手紹介の VTR とかこうフライトクルーっていう呼び名だったりこう伝統が受け継がれているっていうのも、やっぱあこの船橋アリーナに帰ってきたなっていうのは本当にいつも感慨深いものありますね、はい、そして選手のお二人にも伺いたいんですけど、まずは富樫選手こう映ってましたけども、この富樫選手がジェッツに入られてからそして今日に至るまでいろいろあったと思いますが、どうですか富樫選手から振り返ってみて。そうですかね、B リーグ始まる1年前から、千葉ジェッツに加入させてもらって、B リーグ4年間と、プレーしてるんですけど、本当に毎年成長し続けるチームだと思いますし、そこはもう本当にチームだけではなく本当にフロントというかこの千葉ジェッツとしてもうあらゆる方面で成長していっているので、もう選手としてはもう本当に幸せな限りだというふうに思います。田口選手は今シーズンでジェッツでは3シーズン目を、はいはい、迎えることになりますけど、はい、外から見てて、そして今の映像をご覧になって、ジェッツのどういうふうに思ってらっしゃいますか？いや本当に BJ の時から僕は試合してましたので、アウェーで船ありですかね行った時に、本当に言っちゃ悪いんですけども1000人いるかいないかちらほらだったんですけど、あの絵を見てるんで今の絵を想像はできなかったですね、満員でわーってなってるところはもう想像できなかったので、何があったのかなと思うぐらいすごいですよね、はい。秋田はやっぱりめちゃくちゃ盛り上がって昔からずっと満員なんで、やっぱその落差というかうわっていうちょっとやっぱ当時は思いましたか？はい、本当人入ってないチームだなっ
ってすみません思いましたね。ちょっと口悪いんですけど。いや正直ね、いやでも選手たちも思ってたから。本当ですか。僕らも1年目、いやもう開幕満員だからみたいな、はい、ね、こうすごいワクワクしながら、はい、いいんですかね。いやいいと思います。でも、まあ、こうジェッツの紹介 VTR みたいなのが流れて、はい、ドーン壁行ったら知り合い知り合いみたいな。300人の試合とか1年目とかあったんですか。はい、すかあったので、はい、まあ、そこからね、すごいですね、ボホボっていうのはすごいですね、はい。まあ、今はもうやっぱり気持ちいいですか、満員のアリーナの中で。おいさーは、いや最高ですよね。はい、ありがとうございます。今シーズンもね、満員のおいさーをちょっと楽しみに、はい、楽しんでいきたいと思います。はい、はい。それではですね、設立10周年を迎える千葉ジェッツですが、10周年プロジェクトということで、代表取締役よりご説明いただきます。それでは田村代表、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。千葉ジェッツ船橋は2020-21シーズンで設立10周年を迎えます。10周年はチームの成績はもちろんなんですけども、チームの成績だけではなく、ブースターの皆様と特別な思い出となるシーズンにしたいというふうに考えております。10周年にちなんで10個の取り組みを実施する予定でございます。今日はその中で7つコンテンツを発表させていただきます。残り3つはシーズン中に発表していきますので、お楽しみにしていただければと思います。はい、今日はじゃあまず10個のうち7つ発表していただけると、はい、いうことで、それでは早速その最初の7つプロジェクトの発表をお願いいたします。はい、それではまず3つの取り組みをご紹介いたします。1つ目、ホームゲームのセンターサークルが10周年仕様になります。船橋アリーナ、千葉ポートアリーナの両会場でこちらのセンターサークルがご覧いただけます。2020-21シーズン限定となりますので、ぜひお見逃しなく会場でご覧ください。続きまして2つ目いきます。2つ目、千葉ジェッツ10周年記念グッズの販売が決定となりました。本日ご紹介するのは一部の商品となります。今年1年かけて新しいグッズを作って販売してまいりますので、ぜひご購入ください。はい、こちらのスライドに掲載している商品はなんとですね、本日22時から千葉ジェッツ、そして B リーグそれぞれのオンラインショップで販売いたします。お見逃しなく。続いて3つ目いかせていただきます。3つ目、2020-21シーズンのキービジュアルをアーティストの田村大さんにお願いさせていただくこととなりました。おー、これはすごいですね。はい、はい。田村大さんはですね、 NBA 選手のイラストで注目を集め、世界的に知名度を上げている大ブレイク中のアーティストの方です。インスタのフォロワー10万人オーバーで、はい、本当数多くの NBA 選手も直接絵を受け取ったり、はい、してますもんね、はい。しかもなんと今日は富樫選手の、はい、はい、今日はなんと富樫選手の出来たてほやほやのイラストを持ってきました。こちらをどうぞご覧ください。いやーすごい。富樫選手、ね、どうですかこれご覧になって。はい、そうですね、はい、もう本当写真かと思うぐらいびっくりしました。最初 もう見させてもらってたんですけど、はい、いや本当に、ね、かっこよく描いてくれて、そうですね、嬉しいです。あの今ちょっと隣でね、副キャプテンが、はい、なんだよって、はい、パチンってちょっとみたいな、なんか、はい、怒ってましたね。めちゃくちゃ首かしげてるんですけど、田口選手どうしたんですか。いやこれ言っていいんですかね。はい、田村大さん、あ、いいんですかね。僕、紹介させていただいて、はい、田村さんと、あ、進行があったんですね。はい、はい、で、どうですかって言われて、あ、じゃあちょっと GM の方に確認しますって言って、はい、繋いで、そしたらもうこうなってて、もう今、絶対僕の顔がなきゃおかしいんですよ。なのでなので、富樫勇樹、俺きっかけなのになんだよっていう、まあ、そういう、そうです、そうです、すみません。なのにちょっとこれは忖度ですよね。忖度、そこはやっぱキャプテンなんだよね。あ、富樫ですね。そうですね、はい、街中だったりにいろんな形で
使われるので田口選手の絵も使われるかもしれないし、いやいやいや田口選手だけカットされるかもしれない。確信をもらっていいですから今いやそこはやっぱりね、選手といえども開幕を楽しみにっていう、ね、そうですね、田口選手のイラストがあるかどうか開幕までお楽しみにしていただければと思っております。あります、あります。田村さんのこのタッチ、特にこうエッジの部分とかが非常にこう強調されてたりとか、やっぱ力強さっていうのがすごいなんかこう10周年のこうみなぎった感じに現れてくるんじゃないかなって、そういうタッチがねすごく人気のアーティストの方ですし、そうですね、やっぱこうバスケならではの躍動感がすごい表現されてる絵だなと思いますね、はい、なので田口選手のエッジの効いた表情も楽しみにしますねえ、はい、変な声出しちゃった、はい、ありがとうございます。じゃあ早速続いて4つ目いきましょうか。はい、それでは4つ目、韓国のプロバスケットボールチームソウル SK ナイツとパートナーシップを締結することとなりました。ソウル SK ナイツは KBL 韓国バスケットボールリーグに所属しており、優勝経験もある強豪チームです。2019年9月にマカオで開催されたテレフィック12にて対戦し、そこからコミュニケーションを経てこの提携につながりました。トップチーム、ユースチームの交流を行い、チーム力、ビジネス面での強化を行います。本当はですね、今シーズンもプレシーズンマッチを実施する予定だったのですが、コロナウイルスの影響で実現に至りませんでした。また来シーズン以降プレシーズンマッチが行えるように、進めていきたいというふうに思いますので、皆さんお楽しみにしていただければと思います。実は本日ですね、ソウル SK ナイツ代表をギョンシクさんから、メッセージもいただいております。こちらをご覧ください。안녕하십니까 SK 나이츠 농구팀 단장 오경식입니다. 지바제츠의 후나바시 타무라 사장님, 그리고 이게우치 제너럴 매니저님, 그리고 선수단 여러분. 지바제츠와 SK 나이츠의 파트너십 체결을진심으로축하합니다. 한일 농구, 그리고 나아가 아시아 농구 발전을 위하여 힘을 합쳐 나가시다. 지바제츠화이또! 올 시즌 최고의 성적으로 다시 만나요. 고! 제츠! 하이, ということで ご覧いただきましたが、このなかなか海外のクラブと B リーグがこう提携するってあんまないと思うんですけど、クリさんどうですか？はい、世界的に見ても、例えば NBA は4分の1近くの選手たちがもはやアメリカ国外の選手で構成されてますし、ヨーロッパに目を向ければその各国のリーグは元よりそのユーロリーグというね、こうさらなるチャンピオンシップを決めるようなビッグクラブ同士の対戦というのもすごくファンを楽しませてくれてますよね。やはりこう選手たちのこう切磋琢磨がさらにこう国境をまたいで促されることによって、技術だとかそういったものも進歩っていうところが期待できると思うんです。ますますこう世界有数のグローバルスポーツにバスケットがなっていく中で、まあ千葉ジェッツ船橋がこう先手を打って、やはりね、こう他のクラブに差をつけるという意味でも、トップクラブ、そしてユースレベルでもこういった交流をしていくっていうのは非常にこう強いこう文化のこう形成基盤になっていくんじゃないかなとすごく期待しますね。アジアのバスケットボール全体の底上げにつながっていく、先駆けになるかもしれないですね。はい、上田さんは韓国のスポーツもご覧になるって伺ってるんですけど、はい、実際今回こう提携聞いていかがですか？韓国にはプロ野球を見に何回か行ったことがありまして、いろんな球場行ったんですけど、すごいんですよ、とにかくもうエンターテインメント空間なんですよね。野球だとそのイニング間のイベントですとか、まあ、あと試合の前後のイベント、クラブによっては球団によっては試合が終わった後にクラブイベントやってるチームもあったりなんかして、だから結構若いファンの方多いんですよね。そういったそのエンターテインメントの部分というのと、まあ、千葉ジェッツさんの非常にエンターテインメント性の高い試合が融合したらどうなっちゃうんだろうっていう、ちょっとそのあたりが楽しみですね、パートナーシップ。そうですね、まあ、プレイヤーレベルだけじゃなくて、まあ、我々エンターテインメントのレベルでもどんな交流ができるかと考えるとちょっとワクワクしてきますね。はい、まあ、そして富樫選手はマカオで対戦されたことあると思いますけど、この印象いかがですか？そうですね、去年ですか、マカオで負けたんでね、
はい、まあ、素晴らしいチームでしたし、あと代表でもそうですし、あの何人か対戦したことある選手もさっきなんか応援メッセージというか、はい、もうくれましたけど、その中でも何人か知ってる顔もあったりと、はい、すごく、まあ、今シーズン、プレーシーズンがちょっとできなくなってしまったということですけど、来シーズン、もし、はい、できることになれば、すごく楽しみですね。はい、ありがとうございます。まあ、どんな形になるか、まあ、来シーズン以降具体的に交流していくというところですけども、ぜひ皆さんも楽しみにしていただければと思います。それでは次行きましょうか。はい、それでは5つ目、千葉ジェッツ10周年地域活動第1弾として10周年記念クラフトビールを製作します。船橋市でクラフトビールを製造している船橋ビール醸造様とタイアップいたしまして、10周年記念ラベルクラフトビールの販売を行います。ホンビノス貝を使った黒ビール、船橋地産の人参を使ったホワイトビールなど地産地消の商品です。詳しい販売スケジュールは後日公式ホームページにてご案内させていただきます。続きまして、地域活動の、第2弾ですけども、船橋市内の公立私立の幼稚園保育園にミニバスケットゴールを寄贈いたします。船橋市内、約170の保育園と幼稚園へ配布予定となっております。千葉県をバスケットボール王国にするというビジョンのもと、多くの、お子様に、バスケットボールに触れてもらう機会を提供できればというふうに思っております。千葉ジェッツオリジナルデザインにて寄贈予定です、こちらもスケジュール等は、後日公式ホームページにてお知らせさせていただきます。はい、ありがとうございます。まあ、千葉ジェッツ以前からこう地域密着を超えた地域愛着というスローガン掲げてますけども、まあ、こういった活動をご覧になってもクリスさん、上田さんあたりいかがですか。やはりこうバスケットゴールがある環境がどのぐらいその地域にあるか否かで、こうバスケット文化の成熟度って全く変わってくると、まあ僕は思うんですね。例えば沖縄に行けば公園にたくさんリングはありますし、アメリカ行ったら、まあ、お父さんお母さんと一緒に子供が本当に若い時からやってる、まあ、そういうところに先手を打って、まあ、170個ものリングが、まあ、幼稚園保育園ですから、うん、まあ、本当に、ね、楽しみながらこうバスケットの魅力にこうハマっていく将来の、まあ、ジェッツブースター、将来のジェッツプレイヤー、ここから生まれるかもしれないんで、素晴らしい取り組みだと思いますね。そうですね。まあ、そして地元の食材を使ったクラフトビールというのも気になりますけど、上田さんどうですか。ビール糖なんですよ私。で飲むしかないです。バッチリじゃない。いやもうこれ間違いないですよね。人参っていうのも気になりますし、あと、うん、さっきグッズでありましたよね。タンブラー。タンブラー、あれに入れて飲むっていうのもありですよね。おお、その通りです。最高ですね。はい。素晴らしいですね。はい。お子さんはミニバスのゴールで遊んでいただいて、お父さんお母さんはビールを楽しんでもらうみたいな、みんなが家族楽しめるような、うん、はい、制作になってるんじゃないでしょうか。それでは続いて6つ目お願いします。それでは6つ目ですが、こちらの動画をご覧ください。今回新型コロナウイルスの影響によって、Bリーグのガイドラインが、ポイントガードに小さい選手を使わないみたいな。本当に怒り狂ってたかもしれないですね。かなり切れてたと思います。そのちょっと自分の弱さというか、何やってんだ自分っていう。 Yeah, because I like Mike and like his family and my family are close. A difficult situation for sure. Everybody.
票だけもらってもいいですか。優勝え、今何時。シーズンを通じてチームに密着するドキュメンタリー The Inside Powered by Satellite Office の制作が決定いたしました。千葉ジェッツ初となるシーズン密着ドキュメントです。今シーズンはコロナ禍で迎える特殊なシーズンです。その中でも千葉ジェッツは悲願の B リーグ初制覇を目指します。選手の素顔を皆様にお届けできればと思います。毎月千葉ジェッツ公式 YouTube にて配信予定ですので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、この YouTube で密着ドキュメンタリーを毎月配信していくってどこもやってないと思うんですけど、もう密着始まってるんですよね。密着の取材はもう始まっております。あ、なんか朝の合宿の時の映像でしたけど、はい、僕朝散歩してたんですよ。で、なんか古墳があって、その古墳に行ってなんかちょっと叫べって言われて、今シーズンの目標を朝6時ぐらいに叫べって言われて何やってんの、やばいでしょ。朝6時にですか。はい、6時ちょっと過ぎぐらいに、7時過ぎですね。ちゃんと使われてるといいですね。そうです、それ絶対使うって言ってたんで、せっかくやったのにカットみたいな。いや、使ってなかったら本当、社長いいですか、大丈夫ですか。使ってなかったら本当、そこはもう社長の力ですから。どういうことですか正しい社長権限で全然使わないってことですね。はい、後で確認してみて、はい、社長権限でぜひ田口選手の、はいはい、面白かったら採用。あ、そうです、そこはやっぱり面白くなって、面白くなくてもちょっと力でなんとかしてくださいよそこは、オンエアをご覧いただいての楽しみということで、はいはい、10月からぜひ公式 YouTube にて配信しますのでチェックしてください。それでは田村さん、最後の取り組みをお願いいたします。はい、7つ目の発表の前に、ゲストをお招きしたいと思います。ご入場ください。なんと勝利のジェッツ締めで有名な国保社長、じゃあお座りください。ありがとうございます。お、大丈夫ですか。いや、国保社長をお招きして、これは何をこれから発表されるんでしょう。はい、最後はこちらになります。ロックアイス体感プロジェクトです。国保製氷冷蔵様が建設する2021年3月竣工予定のロックアイス体感を千葉ジェッツ専用練習場として使用させていただくこととなりました。専用練習場があることで選手がより一層練習に専念できることや、長いスパンで見たときには今後の選手のリクルートにも強みにもなります。チームの強化を進め、皆様に良いニュースをお届けすることで、国保製氷冷蔵様、地域の皆様に恩返しをしていきたいと考えております。また新しく掲げた千葉県をバスケットボール王国にするというビジョンの実現にも大きく貢献してくれる体育館としても期待しております。今回 このロックアイス体育館のプロジェクトはですね、始まりは当時の社長だった島名社長と会食しているときに、その当時もかなり実いいところまで来たんですけども、やはり最後の一歩、リーグ優勝が取れなかった、その一つのやはり大きな課題として練習環境が他のチームと比べたら整ってないという話があってですね、で我々も実はその体育館が建つ予定の土地はロックアイスを生み出した土地でして、当然思い入れがありますし、私も小さい頃からそこでよく遊んでた土地でもあるんで、その土地をやはり何か有効活用できないかということで、体育館を作ってですね、でそのパートナーとしてやはり会社もそうですけど、私自身が目いっぱい応援しているこのチームのために、何かできないかということで、体育館を作って、で一緒にですね地域貢献もして、もらいながらですね、やはり天皇杯、そして、B リーグ優勝とずっと
てっぺんを目指すだけじゃなくて実現してもらいたいなと思って今回この体育館のプロジェクトを進めました。ありがとうございま す。ちょっと完成がすごく楽しみですしね、はい、あの環境の強化そしてまあ地域密着も貢献も含めてぜひぜひ完成をこちらも楽しみにしていただきたいと思います。国保社長ありがとうございます。さあここまで7つプロジェクト田村社長に聞いてきましたけどもちょっと皆さんゲストの皆さんに印象に残ったものを伺っていきたいんですがまずはクリスさんいかがですか。そうですね、まあ、リングの贈呈だとかあとはこう子どもたちに対してねジェッツの存在をより広く知ってもらうこともそうですけどもやはりこういかに地域に根ざしていけるかっていうところで、まあ、国保社長からご紹介あったこのロックアイス体育館、まあ、選手たちが喜ぶのはもちろんですけどこう街行くこう少年少女がジェッツってあそこで練習してるらしいよとか、ジェッツってあそこで船橋アリーナで試合してるらしいよとかこういったちょっとの積み重ねだと思うんですよね。そういった日常がいかにこう最終的には大きなエネルギーとなるかっていうのを本当に選手たちはあの体でこう人々の声援でね体感もしていくと思いますし、まあ、より大きなジェッツの歴史だけじゃなくてこの千葉 そのバスケットボール王国の歴史になっていくと思いますんでもうちょっと僕が現役の時はもう考えられないんで羨ましすぎますね。あのクリスさんが在籍してた時はあの体育館借りて隣でママさんバレーが練習してましたから、ね、やってましたやってました全然やってましたネット引いて ね、どうやってお互い邪魔し合わないかっていう牽制し合ってました。たまにボール飛んできてごめんなさいみたいな。そうなんですよね、はい、あったんで、はい、そこから考えたらすごいですね、うん、素晴らしい。本当に僕もねぜひ一度見学させてください。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。上田さんは今日7つご覧になっていかがでしたか。はい、今ねクリスさんのお話の中にもあったように最初の映像でそのお客さんがだから何百人とか、はい、千人ぐらい何百人とかの時も、はいはい、しかいなかったというお話がもう信じられなくて全く本当千葉ジェッツさんの試合ってチケット取れないじゃないですか。最近そうですね、もう完売完売で、なんで私ついにちょっと今シーズンファンクラブに入りました。ありがとうございます。チケットをもういち早くゲットしたいと思って、なんでそうするとまた試合を本当に見に来るね楽しみというのもやっぱり増えましたし、グッズですよね、うちいっぱいあるんですよ千葉ジェッツグッズ、タオル、それから缶バッジ、それからあとジャンボ君の大きいぬいぐるみですとか、だからなんかまた10周年記念グッズもだからもう今年ですもんね。今年限定ですね、はい、もうそれはもうこの後私も22時ポチッとしちゃいます。タンブラーをぜひ、はい、タンブラーとあとビールはもう本当ちょっともうマストで、マストで、はい、購入したいと思います、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。富樫キャプテンいかがでしたか今日ご覧いただいて。はい、いやでもやっぱり、ね、本当に最後の発表が、うん、正直言うとやっとできているのかっていうのは、はい、もちろん嬉しいことですけど、結構ずっとそれは選手としてはやっぱり なんだろうチームに対して願ってきたことですね。やっぱりこの船橋アリーナっていうところでもちろん試合会場で練習するのも素晴らしいことだと思うんですけど、やっぱり限られた時間 でしかできないので、まあ、急にやっぱりちょっとシューティングしたいとかもそうですけど、いろんなことも含めやっぱこうやって専用の体育館ができることでまたさらにチームとしての本当に成長につながるなと思うので本当にありがとうございます。なんか富樫選手からこういった設備とかものが欲しいみたいなのは、ああ結構言ってて、まあ、せっかくの、ね、こうやって作ってくれるので、まあ、要望としては、まあ、ビリヤード台を置いてくれとか卓球台、まあ、ダーツ、まあ、その3つは最絶対条件で一応お願いはして。ああ国防社長でシャワーとかもなくてもいい。ここはちょっと待ってシャワーはどうあのクリスさんの話聞いてたお前ママさんバレー一緒にやってたって言うんだろそんなこと言わないの。国保社長その要望は前向きに、まあ聞くのはただですからね聞くだけは聞いておきますね。これからちょっと前向きかどうかもわかんないですけども一回検討はしてみます。検討していただけるだけでもう嬉しいです。前向きかはわからないけどからないです、まあ、もしくはチーム側もこれでいいのかっていう話もあるじゃないですか。あそうですね、はい、だからちょっとその辺も含めて、はい、検討します。検討ぜひいただいて、はい、よろしくお願いします。田口選手はいかがでしたか。はい、僕は映像というかドキュメント
ドキュメンタリーというか、あれは本当にちょっと流れただけでもすごく興奮して、お、なん、次何みたいな感じですごい楽しかったので、撮られてる側もこうやって自分で見るとすごい嬉しいですし、楽しみだなってすごい思ったので、いや、これは本当優勝した後楽しみですよね。優勝者するまでの期間で何してたんだお前らはっていうのを見るわけですから、まあ普段ブースターの皆さんがなかなか見れない部分を見せていくっていうところで、そういうところも、はい、見てほしいなと思います。楽しみです、はい、10年の節目でね、ドキュメンタリーもやってて、はい、優勝したとなったら再生回数どんだけみたいな、すごいですよね。田口選手がそれを引っ張るみたいな、はい、そうです。ただまあ多分おたけびはカットされるんじゃないですか。おいおいおい、それはもうマストですから社長一回確認してください確認ということで、力使ってくださいよ本当に。はい、ありがとうございます。ここまでですね、7つプロジェクト、発表してきましたが、本日はここまで発表とさせていただきます。残りの3つに関してはシーズンが開幕して以降発表いただけるということでいいんですよね。はい、シーズンを通して、皆様に発表させていただければと思っております。一緒に千葉ジェッツの10周年を盛り上げていっていただければと思います。楽しみにしていてください。さあ、長い時間配信を行ってまいりましたが、クリスさん、上田さん、いかがでしたか今日。いや、こうやってね、直接新シーズンに向けて、そしてその10年の歴史も振り返りつつ、本当にワクワクさせられるようなプロジェクトばかりでしたし、やはりこう生で選手たちのね、こうなんていうんですかね、凄みを、まだプレーしてないんですけど、なんかほとばしるものを感じられて、すごく良かったなと思いましたね。うん、はい、ありがとうございます。今日発表されたプロジェクトはまだ7つなんですよね、うん、はい、残り3つあるってことですもんね。はい、まだ3つ残っております。いや、今の7つだけでももうすごい、もうワクワクが止まらなくて、だからやっぱりコートのその上でのプレーはもちろんなんですけれども、やっぱりそうやって選手の皆さんの普段のその練習の様子だったりとか、裏側だったりとかっていう部分を見ると、なんでしょう、本当によりなんでしょう、気持ちも高まってやっぱり応援できるなと思うので、もう YouTube、Twitter からもう全部チェックして、今シーズン千葉ジェッツ応援したいと思います。はい、グッズも含めてぜひチェックしてください、はい、お二人今日は長い時間ありがとうございました。ありがとうございました。今年は悲願達成か。もちろんです。いや、無茶ぶりだったいや、でもなんかそれを言うの忘れたなと思って、アナリストが来たのに、ああ、まあ、今日はすごい楽しませてもらったのに、はい、まあ、今日は7割ジェッツの OB として。そうなんですね、はい、ごめんなさい、今日は緩い感じでちょっと選手たちに伝わってなかったんですけど、大丈夫 でも富樫選手の周りもう本当日本有数のタレントが今シーズン揃ってますんで。そうですね、ちょっとね、シーズン始まったらクリスさんの分析もすごく楽しみにしたいと思います、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それでは続いて田村代表よりブースターの皆さん一言お願いいたします。はい、本日はありがとうございました。お楽しみいただけましたでしょうか。コロナ禍により試合の来場者数に制限が設けられるなど、ブースターの皆様にも、ご不便をおかけするシーズンになるかと思っております。しかし、皆様のご期待に、応えられるよう、最大限のサービス、チームの勝利をもって応援いただける千葉ジェッツでありたいと思います。先日発表済みですが、この10周年プロジェクトとは別に、ハッシュタグ準備はいいぞプロジェクトを実施することといたしました。 B リーグの準備はいいかというプロモーションを受けての取り組みです。現在第1弾としてホーム開幕戦の宇都宮ブレックス戦のチケットが当たる、Twitter キャンペーンを実施中ですので、クラブ公式ホームページにてご確認ください。今シーズンも天皇杯と B リーグの、制覇の2冠を目指して頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは続いて、富樫選手と田口選手から開幕を心待ちにしているブースターの皆さんへ一言ずつお願いいたします。はい、まあ、今シーズン、なんか本当にこんなに、なんだろうな、皆さんの前というかお客さんがいる前でプレーしたのが、まあ、半年以上前になるので、こんだけ空いたこと今まで多分人生にないと思うので、本当に僕自身も楽しみにしてますし、今チームとしても、開幕戦に向けてしっかり練習している時なので、本当にブースターの皆さんにもう前でプレーできることを楽しみにしてますし、今シーズンこそ、はい、もう優勝それだけを目指して、今シーズンやっていきたいなと思います。なので応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それでは
田口選手お願いします。はい、やっぱり昨シーズンの、不完全燃焼だった部分がたくさんありますので、今シーズン、昨シーズンの、ストレスが溜まっているところを今シーズン ぶちまけていきたいと思いますので、本当に一緒になって戦ってほしいと思います。自分は準備はいいぞ。さあ行きましょう。1、2、3、おいさーん。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。それでは最後にお知らせです。開幕戦から5試合のチケット販売開始日は9月28日月曜日午後12時10分からです。そして千葉ジェッツブースタークラブゴールド会員の加入も引き続きお待ちしております。そして10周年プロジェクトにもありました10周年グッズは、この後午後10時より公式 EC サイトにて販売予定となっております。それでは最後にですね、あの試合に勝った時にやっているあのカメラにサインを、オイサーではないです、はい、あの富樫選手と田口選手にお願いしたいと思いますので、サインの方お願いいたします。書いてどうすんの？俺の真ん中に書いてどうすんの？角度がなくなっちゃった。だから分かるシステム、この2人で1つなの、まあ、キャプテンだから大きく書いた感じですかね。お前の真ん中に書くはオイサーだけ。こうだ、おかしいだろこれは。本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。それではまた新シーズンでお会いしましょう。